ヒーハー。はい、一等5万円のスクラッチを削っていきます。値段は安いんですけどね、まあこれ当たりやすいらしいんで、まあ多少ですけどね、当たりやすいのは当たりやすいですけど、これ言っとくけど1000本ぐらいだからね、1000本しかないから、はっきり言って何万本あると思ってんの、55万本のうちの1000本って相当当たんないかな。まあ削っていきましょう。はい、ね、今回はね、なんかね、出たカードが3個揃えば OK みたいな。新幹線で5万です。さあ1枚目削ります。はい、1枚目速攻外れ。はい、一発目外れ。お、家族の写真が変わるんだ。これわかりやすいね、このスクラッチ。はい、2万円を外れた。1等出したことないから、3万出したことあるんで、5万円ぐらいだったら手が届きそうなもんなんですよね。神を見せたいと思います。1等に俺も手を届く男なんだってことは、ね、でも残念ながら出てこない。せめてこれ2000円かかってるんで、ちょっと当てたいですね。じゃあ5000円当てたい、当てます。5000円当てます。最初から5万でいけよって話だけど、死んだ死んだ。はい、何枚目かわからない目削ります。残念賞です。残念賞です。残念賞、残念賞。はい、おいおい、3つ揃わねえぞ、本当にこれやば。これ全然揃わ、定額ってか小さな金額の少額スクラッチって俺運ないんですかね。全然当たる予感が。おい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 、あと残り3枚。嫌な予感しかしない。200円落ちっていう嫌な予感しか、やべえぞ。やはりきつい。今の俺に5万円を当てる力なかったか。あと残り2枚です。どっちか200円。頼む。あー、200円が出てしまった。確定か、もうこれで。次ので高額が出なかったらほぼ確定。気がついたらもう終わりに近いっていう200円落ちです、多分。ラスト削ります。頼む。5000円、5万円でいいけど。はい、死にました。まあ今回死んで200円、1800円損してるから、合計資金1000と800で4800円ぐらい損しました。5000円近くの損をしました。はい、残念ながら今回ちょっと運が全くないといった状況で、この状況を打破するためにさらに2000円あるんで、このままだと6000円損かになりますね。200円は確定で入ってると思いますから。はい、じゃあこの100万円スクラッチに次の動画見てください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。でおい。